それではですね、指揮命令系統の一本化が派閥形成を防ぐっていうことで、社長って何かっていうとですね、会社がやることを決めることですよね。会長って何かっていうと、社長がそういうことを決めたことをフォローする。失敗したらそれをフォローしてあげる。そういう役割だと私は思っています。だからそういう意味では、指揮命令系統が私からいろいろと出ちゃう。から社長からも出る。これはダメですよね。やっぱりそういう意味では指揮命令系統が一本化する。これが重要かなというふうに思いますし、やっぱりそうやっていかないと派閥もできるというふうに思います。うちはですね、バトンタッチした時に全く派閥できなかったね。普通はね、会長派と社長派っていうのができるんだけど、もう1年か2年ぐらい前からもう社長に権限譲ってたからね、譲る前に。だから会長派って誰もいなかった。いいんです、それで。別が私が一番ね偉いわけじゃなくて、社長が一番偉いんですから。社長と会長どっちが偉いかというと社長ですよ。社長が最終決定権者です。ですからそうじゃないとダメですよね。この間ファミリーマートの今の会長の澤田さんがこういうことを言ってました、ね、ユニクロに入った時に、次はお前だぞっていつも言われたそうなんですよ、副社長の時にね、柳井さんから。けどね、違和感覚えた。社長って決める人だよね。けど今のままこのまま行くと、決める人は柳井さんで、私は決められない。だから受けるのどうかなと思って、実際に話が来た時に、自信がないので受けられませんって言ったけど、実はその後言ってましたよね。ある意味では社長が決めるってことですよね。私もだからそういう意味では社長のね応援団だし、社長が決めたことに対して、みんなの前ではやるぞって言ってますよ。ただ週に1回か2週間に1遍、2人だけの時は激論交わします。どうすんだってやります。この間もちょっとあることで大喧嘩、怒鳴りました。ちょっとメールして怒鳴ってごめんなって言いました。最後はお前が決めるんだぞって。僕はだからいろんな議論しても、最後は君が決めるんだよって言って、私は決めることを彼に投げてます。ですからそういう意味ではやっぱりお互いの信頼感がないとできない話ですけど、新社長がやりやすい環境だから、新しいことを社長がやろうとするときは、必ず私は応援団になってみんなに私は言います。役員会でね、やっぱりそうやって、やっぱり一枚岩なんだってことを記す必要があるし、派閥ができたらこれ本当にダメですよね。派閥を防げるのはやっぱり創業者とか初代だと思いますよ。だからもし遠間に派閥ができてたら、私は団長の思いでそのものを切るとかなんかのことを私はやるつもりでいますけど、今のところそういうことないし、多分そういうことはないんじゃないかなというふうに思います。ですからそういう意味では、会長と今の社長との二頭政治から、例えば社長と専務の二頭政治みたいなものができたとしたら、これは絶対に防がなきゃいけないし、一枚はなれませんよ、絶対に。ですからそうならないようにする。で、私そういうの得意なので、そういう会社があったら言っていただけたらですね、必ず一本化にしますから。そういうふうにしていかないと会社はダメです。からもし派閥ができて、片っぽが何かあった時に、片っぽの派閥がバーンと出てきて、こっちの派閥の人なんかいじめたりいろんなことしたりするし、やっぱりそうあってはならないので、一本化するためにはこの派閥っていうのはもう絶対にダメです。だから今上場会社とかいろんな大きな会社でも問題になってるのは派閥ですよね。これを作らないってこと、派閥ができたら会社はあとは落ちるだけですよ。ぜひないようにしていただきたいし、それを防ぐのは先代の会長だったり先代の社長、これがやっぱり努力をしなきゃダメだと私は思っています。最初はね、些細な行き違いでも繰り返されると大きな溝になってしまいますから、そうならないように派閥は防ぐ、これをやっぱりみんなで協力してやる。派閥ができたらみんな役員会でそれを議論するぐらいの気持ちがないとダメかなというふうに思います。どうもありがとうございました。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。